ゆっくりと楽しんでいってくださいませ。それでは参ります。ここに語るは出会いと別れの物語、再会願う乙女のまどろみ、片割れたたずむ人形の何やうつつか幻か、百物語第2話、カラクリ人形恋期間、始まり始まり。百物語第2話、これにて終了。